最近ですね写真を撮るのにハマっています。シュコーヒーの森ですえー、フジフィルムのですねレトロないい感じのカメラ買ったんですよ。でそれでですね結構写真楽しくて一つの物事をこういろんな角度からこう見たりしてるんですけれども、まあ、コーヒーもそうやって、まあ、一つこうコーヒーっていう完成形を見るんじゃなくて、まあ、いろんな角度から見てみるとあこんな側面あったんだなって気づいたりします。 で、まあ、写真とか、まあ、物体ってこう視線を変えると見え方が変わるじゃないですか。だからコーヒーはどうしたらいいかっていうと、やっぱりこう知識の量なんですよね。で、いろんな角度から見るためにはある程度知識が必要で、まあ、その知識を得るために人はですね、いろんな勉強をしたりするんだと思うんですけれども、今日はですね、これやってみたいと思います。スタンダード。えー、次ですね、最新号届きました。 私はですね、このスタンダードを通して、コーヒーの新しい価値観とかそういうものによく出会うんですけれども、今日はですね、このおすすめの私の愛読しているスタンダードをですね、皆さんにも共有していきたいと思います。えー、今日のポイントは3つです。1つ目、スタンダードとは、2つ目、オリジンへと向かうサロンの旅、3つ目、大盛りの視聴という感じで進めていきたいと思います。それでは始めていきます。どうぞ。 はい、じゃあ、それでは早速開けていきたいと思います。まあ、もう実はですね、中は全部読んでます。なんですけれども、初リアクションのようにやっていきますからね。わデザイン変わってる。なんとですね、今回からデザイン変わってるっぽいんですよね。 まずですね、一つ目のお話として、スタンダードの紹介していきたいと思います、えー。スタンダードのコンセプトですね、コーヒーと活字が出会う場所っていう感じで,ですね。まあ、様々な情報とか、素晴らしいデザインとかで綴られているインディペンデント誌です。こちらはですね、もうサブスクのみになっておりまして、年間8,900円の4回、で、ポストカードと、えー、なんと豆がついてくるっていうですね、かなり太っ腹なサブスクですね。今回の付録の豆は、えー、ベトナムの豆がついてきてます。 スタンダード25号からデザインが生まれ変わりました。記念すべき号ですね。3年くらい同じデザイン使ってたみたいなんですけど、今回変わってるんですね。なんかスタンダードもね、丸ゴシックっぽくなって、で、後ろにこうバーってタイトルが並んでたのが、なんかちょっと、な、なんだろうな、これ。なんかこう、こういう感じになってます。はい。なので、 中を開けて読んでいくのが楽しみなんですけれども、まあ最初に言ったようにもう全部読んでます。今回もですね、なかなか話がですね、こうぶっ飛んでるっていうか、ポンポンポン,ポン飛んでて、で、それか、そこから自分が好きな情報を入れて、え何かしたら考えてみるっていうのがすごく難しいっちゃん難しいですよね。なので、非常に読者のリテラシーを飛ぶなっていう意味で、えー、クロー人向けの本になっているのかなと思います。ただぜひですね、こういう本も撮らせてみてほしいんですよね。 なんか自分が知りたいと思って何か本買ったりするじゃないですか。そうすると、大体自分の知ってる情報か、知ってる情報から連想されている情報にしか行き着かないんですよ。ただ、こうやってランダムに与えられる情報から自分の知識を広めてみるっていうのは、ある意味でその、ポンって一つ、全然知らない領域の情報とかを知ることができるい,い機会になるんですよね。なので、 それって結構ストレスにはなるんですけれども、まあちょっとそこを慣れて、えー、頑張ってみるっていうトレーニング、あれみるトレーニングになっちゃうんですけど、まあそんな気持ちでスタンドと読むことをお勧めします。じゃあその中からですね、今日は、ね、オリジンへと向かう空の旅というですね、記事の紹介をしていこうと思います。はい、それでは記事読んでいきたいと思います。今日はですね、こちらのページですね、オリジンへと向かう空の旅読んでいきます。 ね、ちなみにポストカードはしおりとして使ってみましょう。で、最初ちょっとだけ見ますね。えー、サスティナブルな空の旅など実現不可能、もしくは馬鹿げたアイデアだと一緒に振る人も少なくありません。えー、しかしサスティナビリティの概念には単に環境に優しい以外のものも含まれています。えー、生産地域の空の旅がどうすればポジティブな変化をもたらせるのかについて考えてみましょう。ということですね。 まあこの記事では、サスティナブルな空の旅は可能かっていうところで、スペシャリティ業界の人たちが現地へ向かうっていうことと、飛行機がですね、環境に与える影響についての議論をしています。じゃあ、サスティナビリティって何って話を最初にしたいと思います。これは、社会、環境、経済、まあ、大きくこの3つだと思うんですけれども、が、持続可能である状態を指します。まあ、とかそういう考え方とかですかね。 最近すごくですね、ここに関しては、え、叫ばれるようになったので、まあ、正直ですね、この記事に関して何か言って、結構気まずかったりはするわけなんですよ。できれば、まあ、こういう話題は避けて通りたいっていうのが、まあ、インフルエンサーの、ま、正直なところかなと思います。じゃあですね、ここで、え、サスティナビリティを考えた上で、コーヒー家が現地へ行くことのデメリットとメリットっていうものを考えてみましょう。まず、デメリットなんですけれども、え、飛行機を CO2 排出しますよねっていうところです。 まあ、当たり前ですよね。燃料を燃やさないと飛ばないので、まあその飛行機を使うっていうことが環境破壊につながっていると。で、一方でメリットがあります。メリットっていうのは、まあ、生産国への搾取とか、えー、不公平っていうものが明らかになりました。で、これによって、まあそういうところにですね、メスが入ったりとか、えー、サスティナブルなトレードをしましょうねとか、そういう考え方が生まれてきました。でさらに、クオリティが上がりました。まあそうでビジネスになっていって、サプライチェーンが確立されると、 大きな資本が入ったりとか、うん、例えば、えー、農法とか、えー、生成方法とか、えー、そういうところにですね、投資する人が現れると、クオリティ上がりますよね。最近なんか、なんちゃら製法とか、なんていうか、ファーメンテーションとか、ああいうの増えたじゃないですか。まあ、これって昔はなかったですよね。で今はあるとで。そういうところでクオリティがぐっと上がって、まあ、コーヒーがより楽しくなった。まあ、このあたりがメリットになってくると思います。じゃあ、この飛行機のデメリットっていうものを、その他のメリットが埋まれることができるのか、 ね、コーヒー化が行くことによって、まあ、ここについて、これ以降述べられているわけです。じゃあなぜ、コーヒーかが現地へ向かうのかっていうところで、論じられているのが、まあ、直接会うのが一番っていうシンプルな内容でした。SNS が発達してるじゃないですか。そうすると情報って入ってきますよね。我々レベルでも全然情報を手に入れることができる。で、現地の情報ってなんとなくわかる。 みたいな状況じゃないですか。ただ、えっ、ー、と、直接会うことによって生まれる絆であったりとか信頼関係。まあ、これは、それに勝る、そのクオリティをですね、根本的に底上げする要因としてすごく大きいんじゃないかっていうところですね。で、じゃあこのメリット、デメリットを天秤にかけてみましょうっていうところで、この記事は締めくくられるんですけれども、えー、まあ、ネガティブな影響とか、まあそういうものを十分に理解する。まずは行く人が理解するってところですね。 で、最大限のメリットを引き出して帰っていきましょうね。てその工夫が必要ですよ。みたいな感じの最後を締めくられる方をするんですけれども、まあ、具体的な、その、じゃあ、どう工夫したらいいかとか、っていうところは、まあ、そんなに触れられてないのかなって思います。この記事に関しては。なので、まあ、このサスティナブリティに関する議論ですね。その、まあ、コーヒー化が現地へ行くことへの議論の、まあ、きっかけになる 記事なのかなと思います。なので、このきっかけをいただいた私は、私なりの主張をこれからしていきたいかなと思います。<noise> えー、では、ここから私の考えを、えー、発表していきます、まあ。サスティナブルっていうものを考えるときに、えーまあ、よりですね、複雑になってきたというか、こう全くですね、性質の違う問題っていうものを同時に考える必要が出てきた。 と思うんですよね、まあ、これは科学的な考え方をする人が増えてきたのかなと思います。まあ、体系的に物事を考えるっていうか、えー、例えばこの例でいくと CO2 っていう問題と,、えー、っとまあクオリティみたいな問題ですよねとか絆とか信頼関係ここを天秤にかけてるわけですよこれって全然違う問題ですよねでただえーまあコーヒーのクオリティを上げるためにその信頼絆みたいなものを作る それによってコーヒーがより売れるようになってサスティナブルになる。一方で CO2 で燃料をどんどん燃やしてしまって、そもそも、例えば地球温暖化が進んでしまってコーヒーが作れなくなっちゃったら、じゃあサスティナブルじゃないよねって議論なんですよ。これって結構難しい議論で、まあサスティナブルっていう問題自体があの多項式になってるんですよね。二つの問題を同時に扱わないとサスティナブルっていうここでしか成り立たない状態になっていると。なので非常に まあ、こっちを立てればこっちが立たずみたいな状況になって、難しい問題になってきてるのかなと思います。で、そこに我々は全力で取り組まなければいけない。で、えー、メリットですね、まず。このメリットを考えたときに、我々みたいなコーヒー家が現地へ行くメリットっていうものが、まあ、実際よりも大きく消費者にインパクトを与えてるんじゃないかなっていうのは少し思っています。まあ、これは、例えば私ごときが、 言って変わるぐらいの問題ではないと思うんですよ。ただ、私が現地へ行って豆見てきたんですよっていうと、いかにもすごくいい豆扱ってるように感じちゃうじゃないですか。なので、この産地へ行くっていう、まあ産地に関与してるんですよっていうこと自体が、まあ自らが本物であることへの証明になっちゃってないかなっていうのは一つ私の考えるところではあります。この産地へ行く。 で、これがサスティナブルなんだっていうことを、まあ、あまりにもブランディングしてしまうことで、まあ、スペシャリティ業界で,ですね、たびたび議論される、まあ、ヒエラルキーみたいなものを生むことにはなるんですよ。なので、本来の意味と、じゃあ果たしてその、まあ、誰が産地へ行くかっていうところですよね。まあ、ここの意味っていうのを全て一緒にしてしまうと、コーヒーの値段ばっかり上がってっちゃう状況にはなる。まあ、ここはですね、真剣に考えなきゃいけないかなと思います。 で、産地へ行くコストって消費者が賄ってるんですよ。これ当たり前ですけど。なので、サステナビティの議論では、経済の部分っていうのが結構無視されちゃうんですよね。で、私は結構こういうブランディングのところで毎回危惧するのは、ブランディングとか、旅費みたいなものが乗った適正価格を消費者は、えー、買うことになるわけじゃないですか。で、それを買い支えることができる人っていうのは、まあ、この先サスティナブルなのかっていう問題ですよね。 コーヒーって、まあ正直安い方がいいじゃないですか。でも、例えば 100g 今だったら、まあ800円くらい妥当だよね。スペシャリティであれば。って言われてるものが1000円になったり、1200円になったりしてしまう。それは適正価格になっていく。まあそれは皆さんは多分理解するんだと思います。まあそうだよねってって。まあ産地へ行ってるし、すごく綺麗な袋に入ってるし、まあこれだったら1200円するよねって思うと思います。 ただ、その1200円を買い支えられる人っていうのは、まあ、そんなに多くないと思うんですよ。で、結果として、経済が、えー、サス破ィブでなくなれば、コーヒーは売れなくなっていく。で、高いよって声を上げてくれる人って、まだ良くて、ほとんどの人って何も言わず去っていくんですよ。なので、気づかないうちに、経済は縮小していく。で、今はですね、まあ、どんな感じになってるのかって私の体感なんですけれども、スペシャリティ協会っていう,う業界の大きさがあって、 えー、コーヒーが値上がりしてるんで、こう出てく人っているんですよ。この人たちって別に黙って出てってる状態で、まあ、別に今まで通りコモディティでいいし、スーパーでいいし、インスタントコーヒーでもいいよねっていう人が、どんどんこうスペシャリティ業界のこの流れから抜けていってるんですけど、入ってくる人がそれを上回って多い状況なんですよね。なんでどんどんどん,どん入ってきてるので、業界自体はすごく膨らんで見えるんだけど、今まで この、この辺りにいた層の人ってどん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 抜けていっているような状態ではあると思うんですよ。なので、このまま適正価格っていうものがどんどん値上がりしていったときに、いずれこう入ってくる人も、えー、少なくなっていくと思うので、まあ、どれくらいの業界規模で停滞するのかっていうところが、しっかり見えてないと、まあ、このですね、サスティナブルの議論をするときに、もう一つですね、もうちょっと経済のことを考えながら、えー、していくといいのかなと私は考えています。で、じゃあ、 産地のこと、内しろでいいのかっていうと、まあ、それもまずいじゃないですか。やっぱ産地の方が美味しいコーヒーを作っていただけないと、私たちっていうのは美味しいコーヒーにありつけないわけです。日本ではコーヒー取れないので、えー、まあ、観光は別として、観光用は別として、大量生産もののコーヒーっていうのは日本ではできないですよね。なので、海外に頼るしかないわけですよ。そうすると、誰と信頼関係を結ぶのかっていうのが重要なのかなと私は思っています。 でまあ、産地へ行くことが偉いんじゃなくて、まあ、正しいサプライチェーンの豆を選んで販売していることが重要なんじゃないかなと思っているということですね。例えば私だったら、商社の方とか、そういう方と信頼関係を結んで、その方が選んだ豆だったら間違いないよねって思ってるわけですね。まあ、相手がどう思ってるかわかんないですけど。で、その人たちはしっかりと現地と密にコミュニケーションをとっていると。 まあこの関係でそれぞれが信頼し合ってる状態がしっかりとできてるサプライチェーンに入っていればわざわざですね私が飛び越して現地に行かなくてもちゃんとしたものって届くはずじゃないですかなのでそういう意味でまず近い人を信頼するっていうところですねまあ自分から遠い人って結構信頼しやすいんですよ人間ってなんですけれども自分の例えば隣人であったりとかすごく近い取引先であったりとかお客さんであったりとか まずはこういう人を信頼するのが非常に大事なのかなと思います。で、たまに、まあ、全体を見渡して、インフルエンサーとして活動してくれる人が現地へ行って、情報を伝えてくれると。まあ、これくらいでいいのかなと思っています。なので、現地に行った人のコーヒーが絶対正義なんだみたいな風潮はすごく危険なのかなと私は思います。結論どうなのかっていうと、結局はリテラシーなのかなと思います。 まあ、消費者は自分で情報を選ばなきゃいけない時代になってますよとなので、まあ、余計な不可価値が乗ったものをちゃんと見分ける目であったりとか脳みそが必要っていうことですねでこのリテラシーをつけるためにも、まあ、まずはこういうスタンダードとかで、ね、世界の状況とか今の立ち位置とかを知ってリテラシーを高めていくっていうのが非常にいいことなんじゃないかなと私は思います はい。といった感じで、スタンダード25号を読んでみました。えー、この本とてもいいですね。やっぱり、すごく刺激を受けました。えー、ぜひですね、コメント欄に、まあ、この記事もぜひ解説してほしいとか、えー、私はサスティナブルについてこんな考えを持ってるんだとか、えー、そんなコメントいただけたら嬉しいなと思います。まあ、この本を読んで、まあ、ある程度こう、感化されて、えー、いろんな意見を述べてみるっていう、まあ、このコメント欄はいいと思います。それで、炎上させるような、 そのリテラシーのないような人っていうのは多分この番組を見てないと思うので是非勇気を持ってコメントしてみてください。じゃあ今日はこんなところで終わりにしたいと思いますまたね